る、チン兵器。こんにちん兵器、解説のさぎりだ。こんぱんじゃんドラム、聞いたり聞かなかったりする綾野だよ。今回はざっくりの原点に立ち返り、いつにも増してざっくり紹介していくぞ。いくつかソースの信頼性が微妙なやつもあるから、間違ってたら教えてね。では行ってみよう、まずはこいつからだ。これは装甲板を積んだヘリ、ではなく、地雷探知用のレーダーを搭載したヘリらしい。ちゃんと使えるなら普通に使えそう。現状唯一の情報である画像のキャプションによると、米国陸軍で開発されていた、メトラと呼ばれるレーダーを使って地雷を探知するシステムで、ヘリコプターなどの空中プラットフォームから、前進する軍隊の前方にある地雷を探知することができるそうだ。メトラはメタル、イラディエーション、レーダーの略で、金属再放射レーダーみたいな意味っぽいよ。このシステムは、ブービートラップ、弾薬、武装した兵士や車両の位置も特定し、検出のためにターゲットの移動や熱源の放出を必要としないらしい。導管センサやサーモグラフィーではないってことだね。またメトラは雨や霧の中でも作動し、密集した刃を突き通して検知することができるそうだ。金属製の屋根とかだとどうなんだろ？写真の空中システムはヘリコプターの側面に取り付けられた送信アンテナと受信アンテナを使用しており、このシステムでは送信された VHF 電波が地表で反射し、同じ周波数で戻ってくることで地形の画像を得ることができるらしい。まあ、そうなるな。この VHF のエネルギーはターゲットとなる金属部品などで反射すると、微量ながら変化する。ので、例えば散布された地雷などが検出されてモニターに表示されるそうだ。要するに大掛かりな金属探知機では？また空中用メトラに加えて、地上部隊が使用するための携帯用バックパックユニットも開発されているらしい。このユニットは地表に付設された地雷やブービートラップを安全な距離で検知するように設計されているとのことだ。新兵器というより割と普通の地雷検知機じゃ？それはそう。この実験の結果がどうなったかはわからないが、現在でもレーザーを使って機雷を探知するシステムが研究中であることから、まだ当時では大きな成功を収めていないと思われるな。資料がまるで見つからないので本当にわからない。助けて。そしてこちらは重心の下ではなくストックに装着するタイプのグレネードランチャーの特許だ。どうやって使うのこれ？こんな風に使うらしい。普通にやった方が良かったのか、今のところあまりこの方式が採用されているのは見かけないな。なんかの間違いで流行ったりしないかな。お次は F-15GSE、LV、グローバル、ストライクイーグルだ。見た目が全てを物語っているタイプの兵器だ。これは F-15E ストライクイーグルから弾道ミサイルを発射して地球規模の柔軟な攻撃能力を持たせる構想で、見ての通りミサイルを背負うように搭載しているぞ。ALBM かな？実際 F-15 の高速性を活かして、高度1万4000メートル、速度マッハ 1.35、上昇角度約40度でミサイルを切り離すので、ALBM と言えなくもないな。言えなくもないって、何か引っかかることでもあるの？実はこいつ、ミサイル発射時には5機を無人機状態で飛ばして発射するというわけのわからないシステムでな。それ普通に地上から多弾式弾道ミサイル発射した方が良くない？おそらくその辺の理由で没になったと思われるぞ。悲しいなぁ。で、最近トルコが発表した T629 試作無人攻撃ヘリコプターだ。なんかステルス性ありそう。それはわからなかったが、動力は電気推進らしいぞ。排気でロックオンされないし、やはりステルス性あるのでは？なお最近発表されたばかりなので性能はさっぱりわからん模様。今後の展開次第では新兵器じゃなくなる可能性がワンチャン。でもって、イタリアのランボルギーニ社がアメリカ軍向けに開発した試作オフロード車に 25mm 機関砲塔を搭載したテクニカルみたいなやつだ。いやテクニカルでは？一応正規の軍用車両だから、テクニカルの定義に当てはまるのか微妙なのよ。なるほど。ちなみに同じ系列の車両に機銃を積んだらこんな感じになるぞ。普通。どちらも80年代に作られたこと以外はよくわからないぞ。そっか。そして BT43 装甲兵員輸送車。こいつはフィンランドが継続戦争で露獲した BT-7 を、ご覧の通りに改造したものだ。元が何なのか速攻でわかる雑さ、嫌いじゃないよ。具体的には砲塔を撤去し、木製の兵員室を車体上部に設置。兵員室後部に乗降用のドアが設けられたぞ。砲塔の代わりに囲いのあるタンクデサントかな？テストの結果性能不足とされ量産されず、試作車も1945年5月には退役したらしい。むしろ運用されたんだこれ。で、似たような見た目の改造 M-11 がこちら。時を超える雑さ。どうもこれはイタリア軍が演習用の移動式観測所として改造した M-11 らしい。まあ演習用なら雑でも仕方ない。
どう運用されたのかはよくわからないぞ。そっか。それからこれは2両のダック水陸両用車を連結して P38 を無理やり運んでいる様子だ。これは果たして珍兵器なの？まあ改造してるし珍しい光景ではあるから紹介しちゃおうかなって。おう？こちらは1944年に試作されたアーチャー対戦車自走砲の武装を25ポンドや潜入弾砲に変更した車両だ。自走砲から対戦車自走砲になるのはちょくちょく見るけど、逆は割と珍しいのでは？まあアーチャーを珍兵器とする人もいることだし、それをベースにしたこの車両も珍兵器ってことでいいんじゃないか？今回はいつになく適当だね。そういうコンセプトの回だから。まあ新シリーズとして適当に語るを作るわけにもいかないもんね。さすがにね。さてこの25ポンドアーチャーが作られた理由だが、どうも同じオードナンス製25ポンド砲を搭載するビショップ自走砲に、車高が高くて目立ちやすい。密閉式戦闘室のために車内空間に余裕がなく砲が扱いづらい、という難点があったため、それを解消するために車高が低くオープントップのアーチャーをベースにしてみたといった経緯らしい。現場の声にとりあえず対応しました感がすごい。無事それらの難点は解消されたものの、砲の搭載方式から行角が制限され射程が短いという欠点が残ってしまったぞ。元があまり行角のいらない対戦車自走砲だから仕方ないね。そこにアメリカ製の M7、プリースト自走砲が導入されたり、プリーストと同等の車体性能を持ちながら25ポンド砲を搭載し弾薬供給の問題を解決したセクストン自走砲が導入されたことであえなくいらない個宣言を受けたようだ。残党。同じ砲つながりで、こちらは25ポンド榴弾砲を連装で搭載した試験用 AC-1、センチネル戦車だ。いつもの冒涜的な形状の機銃標準がない。ちなみに連装砲を積んだ理由だが、センチネル戦車27ポンド砲を積むにあたり、反動に耐えられるかテストするのが目的だったそうだ。17ポンド砲って結構反動強いんだね。というわけで完全にテスト用の車両なので、実用性はまるで考えられていないそうだ。テスト用なら仕方ない。ちなみに普通に単装の25ポンド榴弾砲を搭載したセンチネル戦車もあるぞ。機銃防準どころか車体機銃用の穴すらない。代わりに四方防準がやべえ形になってるから我慢して。最後に左右非対称な形状の航空機に関する特許だ。フォークと魂を感じる。感じない？説明によるとこの主翼形状により旋音速での効力効果が減少し、航空機の姿勢を正確に制御する新しい方法が提供される、とのことだ。物理苦手サピエンスには何のこっちゃ全然わからなかったので、詳しくは英語文献を見てほしいな。というわけで今回はここまで。ざっくりオブざっくり、いかがだったかな？たまにはこんなのもあるよって紹介程度の動画も作らせてほしい。みんなにも知ってほしいので。では、また次の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。